さあ行きます。雨が降り出しましたね。多分この雨雲は抜けてっちゃうから向こうの方行くからね、多分大丈夫だと思うんですけどね。おはようございます、ザムザです。突然雨がね降り出しました。今日ですね朝、高崎のホテルに宿泊して、これから、新潟に向かって走ります。いつもとね様相違うでしょ。去年まではねこんな光景じゃなかったですよね。今年はストグラではなくこのセロ君、今年はですね、新日本海フェリーに乗ります。なので、新潟にこれから向かうんですね。今これから高速に乗りますね。雨雲すごいでしょ、ほらあれが今迫ってきてるんですよ。北上してるみたいなんで急いでこっちも北上して逃げ切ろうということですね。前橋のインター通過します。それで新潟方面ですね。東京方面行っちゃったらお家帰ることになっちゃいますよ。台風ね7号が来てんですよ。6号でねヒヤヒヤしてたんで、さらにね7号が来て、なんか15日か16日ぐらいに本州直撃みたいな、それのね多分雨雲だと思うんですけれどもね。北上すると青空が出てるんで、まあとりあえず一安心。ストグラだったら余裕でね朝4時ぐらいに出ればもうその日のうちに新潟着いちゃうと思うんですけども、なんだってね初めてのバイクセロー君なんでね、こうスピード出せないんでどうかなって。あとね結構疲れるんですよ、こう横にぶれたりして結構神経使うバイクなんで高速ではですね。だから昨日高崎まで走って、高崎のホテルに泊まりました。それで今日朝ね6時に出発してこうやって今高速道路を走っております。新潟は快晴らしいんでね、いやーなんだってもう初物尽くしです。今年はまずバイクがね違うでしょ。ストリートグライドからセロー君、今までねバイクで北海道をツーリングしたのはまず1994年のゼファー1100、その後2006年からね2019年までかながロードキングね、長かったですねロードキングはね。でその後20、21、22かな、3回ストリートグライドということで、今までねあのリッターバイクでかいバイクで北海道行ってたんですよね。で今年はこの 250cc のセロ君ね、ツーリングセロですねで行くことになります。だから皆さんねあの白いストリートグライド探してもいませんよ。だから今度見つけにくいです。セロいっぱいいると思うんでね。あとはね行きが初めての新日本海フェリー12時出港ですから、まあ、10時ぐらいまでにはね、着きたいということで6時に出発、まあ、あのノンストップで行けば2時間半ぐらいで着くみたいですけれども、まあ、なんたってセロー君ですから100キロぐらいでしか走れないんですよ、まあ、法定速度100キロだからいいんですけれども、途中休んだりとかするともっと時間かかりそうなんでね。で行きでしょ。であともう一つ北海道着いたら林道を走ります。まあ林道に限らずですねストリートグライドではちょっとね躊躇してた、ちょっと路面が荒れてるからやめとこうとかね、あこれじゃあれ水だからやめとこうというところも含めて、セロ君だったらどこでも行けますんでそういうところも含めて今回行こうかなと思っております。おおいい景色が、いやでもね天気良くて良かった。ストリートグレードだったらねあちょっとぐらいの雨だったら全然大丈夫なんだけど、セロー君だからねそうじゃなくたってちょっと横風吹くとこうヨロヨロっとする感じなんで、高速ではね荷物多いしタイヤがですねIRC の610っていうややオフロード寄りの仕様のタイヤなんで、ブロックがね結構間隔が広いんですよね、ブロックとブロックの間がね。だからオフロードでは結構いいと思うんですけど、高速になるとね やたらちょっとこう不安定、ちょっとねブレるんですよね。ノーマルのブリヂストンのタイヤよりもやっぱりブレるんですよ、結構ヨレヨレヨレってするんで、だからちょっと怖くてねスピード出せないです。あ渋滞2キロ5分、へえこんな朝早くからね、うわーいい景色だな。ほら朝はやっぱ気持ちいいね、走ってる分にはね風が冷たくて涼しくていいですね。
お、こっから混み出してる。なんで混んでんだろう。赤城高原これだけ渋滞してます。すごいね。気温25度だそうです。もうすでに25度。なんだってさっきね、朝予報で見た時は新潟37度ってなってましたからね。東京とかよりも暑いんですよ。あと新潟まで180キロ。ただ快適です。すごく気持ちいいです。風がすごく気持ちいい。涼しくて25度とは言っても、おお、ブレるブレるブレる、おお、ブレるブレるブレる。車線変更するとフロントがすごく心細い。ほら、夜けんだよな。ヨロヨロすんだよね。これパフォーマンスアップなかったらもっとヨロヨロすんだろうな。おお、 BM やっぱ安定するよね、でかいバイクはね。さあ、そろそろ水上過ぎてちょっと走ったら関越トンネルかな。関越トンネル抜けたら天気変わってたりするんだよね。もっと暑くなってるかもしれない。山越えで塩沢石打ち32キロ。おお、いいね、広いね。うー、すごいね。しかもほら、太陽がこう向かってるからね、すごく山々の緑が鮮やかだよね。はい、谷川岳のパーキングエリアです。みんなここでね、一回泊まるよね。この景色を眺めたいよね。はい、それで関越トンネル入ります。長いよ、このトンネルは。はい、関越トンネル入ります。なんたって長いからね。日本一長いトンネルじゃなかったっけ、関越トンネルって。違ったっけ。今黄色でしょ、こうやって群馬県側は黄色なんですよね。で、新潟県に入ると白に変わるじゃなかったかな、確かに。あれ、いつの間にか白くなってた。あれあれ、肝心の新潟との境目を取ってなかった、残念。ほら、白くなってるでしょ、ライトが。もうこれ新潟に入ってるんですよ。よし、ちょっと GPS ロガーをやるの忘れてたんで、ここでちょっとロガーをやりましょう。よし、さあ行きますか。あ、縦溝、縦溝、嫌いな縦溝。ブレるんだよ、ブレるんだよ。おお、ブレるブレる。あ、やだやだ、なんだなんだこれ、やだやだやだ、ブレる。おお、怖い。やだね、あのブレ方、何なんだよ。すげえ怖かった、今。お、気温28度なんだ。あー、怖かった。もうドキドキだぜ、あんなの。あー、まだドキドキしてるもん。もう溶けるかと思ったよ、あれ。はぁ、気持ちを切り替えないとな。よーし、湯沢に来たぜ。湯沢に来ても車が量が多いね。やっぱりニーグリップなのかな。ちょっと最近ニーグリップが甘かったかい。いや、ニーグリップしたってよれるよ。あ、ブロックタイヤだからか、すごいよ、ヨレヨレしたよな。怖かった。ニーグリップしたら良くなってきたか。ニーグリップか。おお、あ、でもヨレる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 。あ、ヨレる、ヨレてきたらニーグリップだ。休憩休憩。ふう、ビビったビビった。いやいやいや、あんなの初めてだよ。なんだあの縦溝は。関越道を走るとき気をつけよう。気を取り直していきましょう。このトラックはいいペースで走ってんだよね。抜きたいんだけど。あー、天気いいね。あ、もう完全に快晴ですよ、新潟は。もう土快晴、雲一つない。
雲がありません。ってことは止まると暑いです。これはおお、ブレる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 、なんかね、キングルスとヨロヨロヨロってくるよね。まあ神経使うわ、高速では。お、29度、どんどん気温が上がってます。じゃあ越後川口でまた休憩します。混んでんのかい。越後川口に着いたんですけど、トイレも長蛇の列で待ってるんで、もう次のパーキングでにしましょう。いやー、やっぱさすがお盆休み混んでますね。はい、休憩します。あー、重さあ行きましょう。この高速道路は飽きるよね、視聴者さんはね。単調だもんね、ずっとまっすぐだし。さっきね、温度計がありまして35度だそうです。もう体温に近い状態になってきてるんです。はい、新潟西です。ここで降ります。お疲れ様でした。このまま道なりかい。あ、さっきのはやぶさ、お、あれあれも北海道組ですか。フェリーの予約争奪戦に勝った2台ですか。今年はすごかったもんね、フェリーの争奪戦が全然取れなかったもんね。僕はね、新日本海フェリー行きは取れたんですけど、ピーノさん取れなかったもんね。でピーノさんは今日太平洋フェリーで行くらしいですけど、帰りもね、新日本海フェリー取ろうと思ったら全然ダメだった。もちろんね、サンフラワー商船密度が取れなかった。結局太平洋フェリーになりましたけどね、帰りはね。降りるのいいけど、ガソリンスタンド大丈夫かい。うん、ちょっと早めに着きそうだな。暑い。あ、ないけん。もうちょっとな、頑張れ。あ、北海道航路って書いてある。佐渡航路と北海道航路があって、さあ、で、ここで、ガソリンスタンドがあるみたいだから、ガソリンスタンドを、あったって、これでガソリン入れとかないとな。さあ行きましょう。よいしょ。さああともうちょっと。さあガソリンも給油終わりましたよ。これで準備万端、あとは船に乗るだけですかね。あー、暑い暑い。よし。あ、それでバイク、おー、もう結構並んでますな。小樽行かれますか。はい、小樽。はい、コンビニガソリンスタンド行かなくてもいいですか。あ、大丈夫です。それは60メートル先右奥に入ってます。はい、ちょっと写真撮らせて。あ、はい、ありがとうございます。僕らの一人で来てさ、バイクだけ撮ってはい、ありがとうございます。親切なおじさんに写真撮ってもらいました。日陰がいいんだけど、日陰がないか。はい、ありがとうございます。いいですか。さあ行きます。ここでスタンディングなんかしない方がいいけど、スタンディングしちゃう。うん、
はい、行きます。階段でよいしょ、ここでいいの4階、4218、はいはいはい、ありがとうございます。4218、8だ、押すのね。まずはこれでしょ。ああ、うまい。